今日はあの木本先生の方にお願いします。まあ、あの今あの省エネとかエネルギー関係、環境関係で非常にあの、まあ、ある面で非常に注目されている分野、前からそうですけど、でそのあたりでデバイスであるとか、それから材料の話ですね、そういった最先端の話をしていただけると思いますので、どうぞよろしく。ちょっと私の別で要件がありますので、はい、1分ほどで。はい、シリコンカーバリーにつきまして、話をさせてもらいます。資料をお手元の方に伺わせてもらっていますが、まあ、ほとんど、お手元の資料そのままです。で、パワーデバイスというのがやはり学部 の、 科目ではなかなか習いません。でそれがどういうものであるかということを最初に話をする、必要があるかなと。ASI とは似てやっぱり非なるものです。で、専門用で言えば電力変換を行う。電力変換って何だって言うんですけど、交流と直流、直流から交流に変える、これいわゆるインバーターです。インバーターって言いますけど、本当の定義は直流から交流に変える、これはインバーターです。で逆に、交流から直流に変える、整流ですね、あれ DC-DC で変換する、 AC-AC で変換する。じゃあ具体的にでも身の回りでどこでそういうのが使われてるんですかっていうのがここなんですけど、まあ、例えば太陽電池広まってきました。で太陽電池、燃料電池あります。でも発電されるのは直流です。それを交流に変えないといけません。そこで必要です。で 電気自動車のバッテリー、当然直流です。でそれを交流に変えないといけません。で、あとここ今日すみません作れないんですけど、AC アダプター、入力は交流 100V ですよね。で出力は何なのか皆さんご存知ですか。直流で 9V とか 12V とかになっているというのはご存知ですね。でその差し込むコンセント差し込む口と、機器に差し込む間に黒い箱がありますよね、 AC アダプター。あの中に 何が入っているかって見られたことありますか。あの中にいわゆるパワーデバイス、トランジスタとダイオードが入っていますと。それでは問題です。AC アダプターの中に入っているトランジスタとダイオードは、何ボルトの電圧に耐えないといけないでしょうか。はい、かい。何ボルトの電圧に耐えないといけないでしょうか。141ぐらいに耐えたらいい。141ぐらいに耐えたらいい。まあ、142ボルトかかると通れる。そんなんで今141まで絶対行くわけです。でそれの約倍は必ず必要。ただしそれだけだったら中国とかヨーロッパ行ったら刺した瞬間に潰れますよね。それアウトですよね。だから交流220から240に耐えないといけないんですよ、今ユニバーサルデザインで。だからたかが AC アダプターだけども、あの中に入っているトランジスタルダイオードは最低600、普通800ボルトの電圧に耐えないといけない。だから意外にその800ボルトとかどこに使うのとか思いますけど、身の回りいっぱいそういう応用があります。実はここに答えを書いてたんですけど、これ AC アダプターと。で、まあ、いろんなモーター、まあ、新幹線とか電力、系統とかいろんな応用があります。で、事業の話を言うと、半導体 の、 市場が今まあ、10兆円を超えようかという状況ですけど、パワー半導体はその約、1割から1割を 10% から 15% です。ただ、まあ、こういうハイブリッド車とかには今までなかった、もちろん、まあ、ここ数年で急激にこだわってきてますけども、10年前はなかった市場です。で燃料電池とか大電池用 の、 インバーターとかいうのもなかった市場なので、そういう事業がバーッと立ち上がっていくので、まあ、ここ10年
20年で、その全体占める割合が急激に増えるでしょう、そういう分野です。で、そこに入れるあのトランジスターとかダイオード、あのどういう性能が必要ですか。大電池だったらあの変換効率がいい、で発光ダイオードだったらあのいかによく光るか、LSI だったらあのいかにあの高周波で、低消費電力かということですけど、あのパワーデバイスは少し違います。これが具体的なインバーターの構成です。直流の電源があって、あのよくあるのがモーターを駆動するというやつですが、あのこういうダイオードとあのトランジスタをペアで使います。で当然さっき言ったように高い電圧に耐えないといけません。で、2つ目、大電流を流さないといけない。AC アダプターともかく車用とかに使おうと思ったら、あの10アンペアでは車回りませんから、あの200アンペアとか300アンペア電流を流さないといけません。で300アンペア流そうと思ったら、もちろんチップサイズを大きくするというのもありますけども、その時に電圧効果が必ず発生します。必ず抵抗が半導体にはありますから、その抵抗が1オームだったら、100アンペア流したら100ワットの消費電力になりますよね。その消費電力ってどこに行くのかっていうのは分かりますよね。これジュール熱ですよね。ジュール熱というのは半導体の温度を上げるために使われるのであって、前から捨てるようなものとか自分を殺すために使うような電力なので、それはなるべく小さくしたい。だから100アンペアの100アンペアをいかに低い電圧で達成するかというのがポイント、最大のポイントです。で当然あと高速のスイッチング、ただ高速といってもそのギガヘルツとか全然いらなくて100キロヘルツとかで十分なんですけど、そういう 要求があります。あと4番目もなかなか数字では書きにくいんですけど、潰れない、絶対潰れない、これは極めて重要な要求です。パソコンのメモリ、潰れたら嫌だけどクレームを出せばいいんだけど、ハイブでしたね、そのモーターを回す、トランジスタが潰れたら人命にかかります。そういう同様 の分野に使われる素子がたくさんあるので、単にこの電圧に耐えるとかちゃんとスイッチングするとかいうんじゃなくて、かなり過酷なテストをします。高い電圧で何か事故が起こってこちら側の負荷が短絡してしまった。だからこのトランジスタに600ボルトかかりながら100アンペア同時に流れてしまったと、それで何秒間破壊せずに耐えるかとか、そういうのが要求されるので、非常に信頼性が大事ということになります。でこの辺は細かいのでちょっと覚えてみましょう。で材料選定をする上で、現状もちろんシリコンです。もう圧倒的にシリコン強いんですけど、新しい材料を考える上で、基本となる考え方がこれです。半導体工学になってしまうんですが、耐圧が何で決まるか、何ボルトかけたらそのダイオードは破壊しますか、それ設計はどうするんですかということに戻ります。それはPN 接合、あるいは初期接合、何でもいいんですけど、ある接合を作って、そこに電圧をかけていくと、半導体の中の電解分布は例えばこういう形に三角形になります。例えば PN 接合というのはその接合の界面で、電解強度が最大になります。で、この電解強度がその材料で、決まる電解、最大電解に達した時にこの接合は破壊する。でその材料を選ぶときにこれ何ボルトに耐えるかというのは材料の物性じゃありません。それ1ミクロンに100ボルトかけるのか1センチに100ボルトかけるのかで違いますから、で電解強度が材料物性の固有です。物性、固有の物性です。で、この電解強度が決まっている。例えばシリコンだとこれは決まってます。でシリコンでも、10ボルトの素子もあれば、1キロボルトの素子 もあります。でそれは何変えてるかというと、この黄色の三角形の面積を変えてます。これ V と距離の積分なので、これは電圧の次元になります。でこの三角形の面積が対電圧になります。ですから10ボルトの素子というのはこういう三角形で、構成されているのであって、
目線ボートの素子っていうのは高浮遊三角形で構成することによってこの三角形面積を稼ぐということになります。でその時に当然あの膜圧必要な厚さが変わりますけれども、同時にこの傾きも変わります。でこの傾きっていうのは実はここに、ドーピングをするあの不純物の密度に比例してますので、ここ の, あの要求としては高い耐圧でかつここを抵抗を低くしたいいいんだけども、ここには明らかにトレードオフの関係がある。耐圧を高くしようと思うと、ビューッとこういう横長の三角形を、シリコンで作らないといけない。だけどもそうするとこの ND が下がって、この傾きが小さくなって、ここの抵抗がすごく高くなる。かつ厚い膜が結晶が必要になって、この部分の抵抗が極端に大きくなっていくということになります。それを示したのがこちらで、この部分の抵抗をオン抵抗と言いますけど、この抵抗が耐圧を増やすとその2乗とか 2.5 乗に比例して急激に増えていくということで、ここにトレードオフの関係がある。耐圧とオン抵抗、高い耐圧と低いオン抵抗を同時に満たすことは極めて困難である。どっちを取るか、その妥協点があります。で、それ材料決まった時なんですけど、もし材料変えられるとしたらどうしますか。それは当然移動度の高い材料がいいです。であと全然破壊電解強度が強い材料がいいですということです。で移動度の高い材料いろいろあります。バリウム層がいっぱいあります。でありますけど全然破壊の方が3乗で効きます。あとで言いますけど、ね、シリコンカーバイドは全然破壊強度が強いというのが特徴です。でこちらに主な材料の性質と技術レベルを、示しています。よくあるいわゆるバンドギャップで移動度、そして絶縁破壊に耐える、そして最大電解強度、あるいは電力で、シリコンカーバイド、最近注目されているガリウムナイトライドも同時に示しておりますが、絶縁破壊強度が約10倍高いというのが理想です。で熱伝導もよろしい。でこの辺ちょっと置いといて、この辺り、細かいですけど P 型 N 型できます。半導体だったら当たり前だと思うかもしれませんけど、意外に P 型と N 型広い範囲でできるというのはそう多くないんです。であと MOS ができるとか、あとウェハがあるとか、あとレアアースを含んでいないので毒性とか原料とかに心配ありません。それでこれが先ほども、申し上げましたけど、シリコンカーバイドがいいという理由です。シリコンだったらその1000ボルトを達成するのにこういう横長の三角形でしたけど、それをシリコンカーバイドにすることによってこういう縦長の三角形でいいので、必要な厚さが15ミリ、ここが10倍なので、ここが10倍なので、同じ三角形の面積でいるにはここ10分の1の厚さでよろしい。かつ傾きが、10倍、100倍になってくるので、この部分同じで耐圧の素子を作ったときに抵抗が何百分の1というふうになります。私企業を経験しております。で、電子材料あるいは武器材料セラミックいろんなことを担当する部署におりましたけども、上司はいつも言いました。そこ材料を新しい材料を持ってくる。で新しい材料を研究開発するんだったら理論的には桁違いにいいものを選ばないと絶対あかん。で材料を変えることによって理論的に3倍良くなるとかいう材料だともやらんほうがええで、絶対コストとかの問題でその3倍出るか出ないかの前に先にも負けてしまうで、やっぱりすでにある材料というのは強いから、いくら限界だと言っても毎年ちょっとずつちょっとずつやっぱり性能上がってくる。でコストは明らかにこう安いし、それもさらに下げてくる。そうすると理論的になんか3倍しか良くならないような材料だったら絶対負けるで、桁でやったら変わらんと材料というのは変わらんので言われましたけど、やっぱりそれっていうのは真理かなと思います。で、特徴ですけども、もちろん高い電圧の素子は作りやすいで、あるいは同じ耐圧でいいんだったら抵抗を桁違いに下げられる。で高速のスティーキング、これはまた後で紹介します。で高温動作が可能である。なぜ高温動作がシリコンカーバイドでは、可能なん
だと思いますか、このあのクリーム色に出してくれるシフォンカバイドを使うとシーファーにも高温動作であの結構あの嬉しいんです。まあ、LSI でも嬉しいんですけども、あのよくあのハイブリッド車の変換器、あのプリウスの、プリウスの、こういうイメージつかないみたいな、あの開けてもらうと分かりますけど、インバータのユニットこのぐらいあります。でその横に水冷ユニットがこのぐらいあります。この水冷ユニットなくなったら、めちゃくちゃ嬉しいわけですね。で、変電所とか行ったらもっとすごいです。そういうところはあの多段に積んでますから、こういうパワー半導体のユニットだけで一つの建物が建ちます。ビルが建ちます。でその横に同じ大きさ の, あのビルが建って、それは水冷凍です。でその水冷凍の横にあのため池まで作るとか、そういうあのぐらいしてあの水冷、強制水冷します。だから水冷をなくせるんじゃないかっていうあの夢がありますけど、なぜ高温で動作するんだと思いますか。半導体って習いました？習いましたけど。わかんないです。新生領域とかがあったり、温度を上げていくとバンドギャップってわかります？でバンドギャップがあって、非常に高い温度になってくると、この過電子体の電子が電導体に上に上がってくる。これ電子性骨位の生成です。で電気流れるようになっていいじゃないかと思うけども、これダメで、あのこれ電子と正方同じ数できて、その数がどんどん増えてくると、あの最初ちゃんと人間が設計して P 型 N 型作ってんのに、それを破壊してしまうんですね。 P 型も N 型もなくなって、全てあの金属のようにあの電気だけ流す導体に近づいてきますから、あのデバイス生成動作しなくなる。その限界温度があのシリコンの場合にはあのまあ180度とか200度とかになるわけです。でシリコンカーバイドはあの何度までも使うというと、要は KT で効きますから、バンドギャップと KT の関係で効きますから、シリコンの場合には、約 1.1 エレクトンボルトの、バンドギャップで、まあ、約200度ぐらい、200度といっても、あの熱エネルギーですから、 KT でいうと、いくらや、500K ぐらい。でシリコンカーバイドはこれ約3倍ありますから、絶対温度でいって3倍ぐらいの温度まで、まあ、理論的にも、だから理論的にはあの800度とか1000度でもあのトランジスタが動きます。でもそれはあんまり嬉しくないとか、それは無理で、シリコンカーバイド持っても電極とか絶縁膜とかあのパッケージとか持ちませんから、それはそこまで要求しませんけど、でもあの300度とかいうのはあの余裕であのクリアしますので、その200度動作か300度動作かというのは大きな差になります。はい。で、まあ、応用もあります。そして、じゃあ良さそうですね。でも良さそうというのは実はもう古くから知られていて、やっぱり現実にどういう苦しさがあるか、どうも、はい、すみません。はい。どういう苦しさがあって、どういう壁を乗り越えてきたかという話です。まず一つ目。難儀です。ポリタイプというあのわけのわからん現象があります。あの通常シリコンといったらもうシリコン1種類しかありません。でガリウム素1種類しかありません。シッカガリウム1種類しかありません。まあ、一部ちょっと変なのがありますね。シリコンカーバイドは兄弟がなんか200種類ぐらいあります。あの何かというと、あの細密充填で、シリコンのカーボンのペアを一つの球だと今パチンコ玉のように考えてください。それを原子単結晶なのでそれを積み上げていくわけです。で1層目あの細密充填、あの六角形にあのこう詰められると思うんですけども、この層1層目 A とします。その上にもう1個あのパチンコ玉をこう乗せていくときに、あの A の上に A は乗りません。同じ場所に乗るとあの転生しくなりますから、コロッとひっくり返って転がって横に落ちます。ですから例えばあの1層目を仮に A の位置だとしたら、2層目は B というこの隙間に入っている、この仕方があります。積み重なりで、あるいはあの数学的には別にこの B に入らなくても、こことここに入る
それが C ですけど、こういう積み重ね方もありです。どっちでもいいわけです、数学的には。そうすると A の上には B か C か。で、B の上には A か C か。そういうふうに言うと、数学的にはまた2の N 乗で無限のこの組み合わせがあります。で、具体的な例がこちらで、それが ABCABC とつながっていくのは、これ、3C 型といわれるシリコンカーバイド。C はキュービックの C です。で3は酸素で元に戻る、一周期の中に酸素分があるという意味の3なんですけど、これ 3C って変な名前つけてますけど、実はいわゆるジンクブレンド型と、言われるタイプです。で、一方、4H 型とか 6H 型とかって、H はヘキサゴナル、6ポーションのヘキサゴナルで、4は4層で元に帰る、6は6層で元に帰る、このジグザグのタイプがあります。で、なぜシリコンカーバイドだけこんな変な構造いっぱいあるんかということなんですけど、化学結合に関連しているんですよね。で、他の事例を見ると、例えばシリコンのような共有結合性の非常に強いものは絶対キュービックになっています。例えばヘキサゴナルのシリコンとかありえない、必ずキュービックです。で、一方通常ヘキサゴナル、特にウルツァイトですね。ウルツァイトというのはこれは 2H っていうんですけど、ジグザグ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 、でヘキサゴナル の, 結晶構造を取るものってジンク、サルファイドとか、あと藤田君も言ったら人工キサイドとかですね、通イオン性が非常に強い結合です。で、イオン性が非常に強いと この折り返しが起こりやすい。なぜかというと、ここでうまい具合に引力が働いてエネルギーを下げるからです。で、なんですけども、シリコンカーバイドの場合には絶妙のイオン性があって、このキュービック型をずっと積み重ねていくのと、こう折れ曲がるのとのどっちでもなんかいいやっていう、そういうエネルギーバランスになっていて、なんか好きなところでこう折れ曲がるという変な性質があります。いろいろ調べたところでは、この中で 4H 型と言われるものが一番いいということが分かったので、それを一生懸命作ろうとします。で、これ結晶の定義です。置いておきます。で、まずこれ半導体の王道へ行くわけです。で、当初は基板がなかったので、シリコン、やっぱり半導体ではシリコンです。で、理想はシリコンの上に、薄膜でシリコンカーバイドの結晶をつけることができて、それでデバイスができたらもう最高ですよね。シリコンの上はでかいの安いのあるし、ちょっとギュッとこうシリコンカーバイドをつけて、なんかカーボン導入しちゃったらシリコンカーボンになるんじゃろうかって、シリコンの前半に一生懸命カーボンを用意にして、やった人もいますけど、いろんなことをやったけども、ついにやっぱりものにならなかった。やっぱりシリコンとシリコンカーボンは格子乗数が随分違っていて、欠陥だらけです。ついに使うものにならなかった。それで難しいんだけども、もう半導体の王道ですね、シリコンカーバイドの単結晶のウェハンというものを力ずくで作って、その上にデバイスを作るための薄膜を成長させてデバイスを作る、全てオールシリコンカーバイドの単結晶を作る、これ困難です。で、ダイヤモンドほど困難ではありませんけども、シリコンに比べると圧倒的に困難です。で、まず溶けません。シリコンのインゴットの作り方ってご存知ですか？シリコン の, 液体、1400度っていう超高温にしてドロドロにした有液から種結晶を使ってこう引き上げる。ただ直径がなんか30センチで長さが1メートルとかいうなんか巨大なシリコンの単結晶 の, このインゴットができます。で、それをこうビャーッとこうスライスしてウェハンにします。で、それをしようとするんだけども溶けない。いきなり消化するという現象があります。しかもそれが超高温である。シリコンの場合1400度なんですけど、シリコンカーバイドはその消化っていうのが起こるのが2200度か2400度という、
ほとんど産業になるとは思えないような超高温で行います。でそういう温度でシリコンカーバイドとなんか変な反応しない、あるいはこの温度に耐えてくれて溶けたりしない材料何かというと、もうこれ世の中唯一グラファイトです。他ありえないです。石英使おうがいろんな金属使おうがこの温度で安定に存在して、シリコンカーバイドと変な反応を起こさない、これはもうグラファイトしかありません。でグラファイトを使ってその超高温の炉を使って結晶成長するということがもう2、30年前から始まったわけです。で90年私が会社から大学に戻ってきた時に自分で作った結晶の例がこちらでございますけど、当時はこういう感じ、なんか直径がなんか 1.5cm、 高さなんか 1cm の中なんか石ころみたいな、こういう結晶が当時できていたという状況です。で、こう貴重な結晶片、これ余談ですけど、これはさっき言ったこれ消化を使うので消化法って言うんですけど、消化法という方法で作るんじゃなくて、これはどういう方法で作るかというと、シリコンカーバイドの研磨剤、シリコンカーバイドって普通半導体材料と世の中の人は認知してくれてません。研磨剤ですと硬いからいろんなものを研磨ゴリ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 研磨するときの研磨剤、一番硬い大物について硬い材料なので、研磨剤としても工業化されてもう大量になんか何十トンとか生産されるような条件になってます。そういう研磨剤を、作るときに不良品として発生した単結晶のかけらです。で どういう炉であるかというと、その何十トン、まあ、1回何十トンで、1回何トンとシリコンカーバイド この粉末を作る炉っていうのを見たことあるんですけど、強烈でグラファイトと SiO2 を高温でに加熱して還元反応を起こすものです。直径がなんか5メートルぐらいあって、長さが30メートルぐらいある、そういう電気の炉です。そこは2000度を超えるような温度になる。だからそれをやるような会社は自分のところで発電所を持って、やってます。でこういうのを作るときにその炉の壁面のところになんか絶妙のなんか温度勾配ができてしまうと、本当は粉が作りたいんだけども単結晶のこんなかけらができてしまう。そのかけらを持ってきて、研磨して使うというようなことをやってたこともあります。しかし、まあ、会社で、随分頑張った人がいて、こういう最初はなんか1センチとかだったんですけど、今4インチはもう市販されてます。4インチ、一応10センチの単結晶のウェハですかね、が市販されてます。あとデモ、まだあくまでもデモですけど、6インチ、15センチのこのぐらいのウェハというのももう市販されるようになって、いよいよ半導体の仲間入りかということです。で、この結晶を作る上で、兄弟じゃないんですけど、日本が誇るべき基本特許が あります、論文でもネイチャーに出たんですけど、言われてみれば当たり前なんだけど、すごい発明で、このウェハーを作る上で当然いろんな転移とかの血管が問題になります。そのシリコンみたいに転移のない血管のないようなウェハーでできません。いっぱい血管入ります。で、ずっとみんなはとにかく結晶を作る条件を、いかに精密にコントロールするかと、いかに不純物が余計な不純物が入らないようにするかということに一生懸命力を入れて、その点に血管を減らそうとした。でも減らない、それは減らない、それは当たり前で、理論的には当たり前で、種結晶を使います。で種結晶はどこから持ってくるんですか。それは前回に作ったインゴットをスライスして作ったウェハーを種結晶に使います。でその種結晶の上にバルクを結晶を作ります。そうすると直感的に分かると思いますけど、この種結晶に存在する血管、特に転移は全て上に生やすインゴットに全て複製されます。コピーです。
で同じ場所にもう分法で言うと明らかです。同じ場所に必ず同じ結果があります。あの金太郎飴ですよ。どこで切っても同じです。だからあのいくら結晶の成長条件を整えようが何しようが減りようがないわけです。増えることはあっても減ることはない。で、この、グループはそれダメですよ。基本的に種結晶で、に存在するあの血管を減らすということから始めないとダメでしょということであって、それを通常の人はあの、まあ、C 軸っていうんですけども、あのこちら方向に結晶を成長させてこう、こうスライスしてたんですけども、そうするとこっち方向にいっぱい血管が入る。でそれをこっちに成長したものを縦切りすると、みんなはこう横にスライスするんだけども、それを縦切りすると、縦に切った瞬間に、こっち方向に貫通する血管を含む、量が圧倒的に減りますね。少なくともこの表面は出てこない。でそれを、種結晶を用いて横に生やす、まあ、実際にはこう倒して生やすんですけども、そうするとここで血管がまあ一切れば減る。でそれをさらにこう縦切りにして、こっち方向に生やすということで、こうくり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 これ回して、ほとんど、そういう血管のない種結晶を作って、でその後で本当に結晶の成長条件を精密コントロールすることで新たな血管を生やす、あの発生させない、いうことをやったわけです。でこれであの見事にあの絵に描いてきた餅ではなくて本当にこれが、実現されて、従来はあの、まあ、転移とこの分野で転移といわれる血管があの1平方センチメートルあたりあの1万個とか2万個とか3万個あったんですけど、これをすることによって100個を切る、まだなかなかゼロにはいきませんけど、あのこういうあの技術ができております。でここに実際にはあの結晶デバイスを作るための、エピタキシャル成長をします。であのさっきあのポリタイプの話しました。であのインゴットを作るときにいかに 4H だけを作るかっていうのは、これはちょっとノウハウの塊で、なかなかサイエンスにまだなっておりません。あの非常にわからないことがたくさんあって、科学的にこうこうこうですというのは説明できないんですけども、エピタキシャル成長についてはまあまあ解明はされている。ただ問題となっていたのは、そういう方法で基板を作っても、例えばこれ 4H 型を作りたいと思って、4H 型 のウェーハーを持ってきても、その上に白膜のエピをすると、これやっぱり 4H になってくれるという保証がない、何の保証もない。で現実にはあのキュービック型ができてしまうということでアウトで、やったのはこういう意図的に研磨を行って、このツルツルピカピカの平坦な0001面でなくて、わざとこういう傾けて表面に段差を出すということをやります。これ実際に原子1層分とか2層分に相当するんで、こんなに空いてるわけじゃないんですけど、こういうことをするとあのピュッと来た原子はここにピュッとついて、あお前はなんかあの B の位置になれってお前横からこう言われてるんだなということで B の位置にこう横方向に入っていくということで、あの これがそうですね、ツルツルの面の上だったら A の上に B か C か2種類の可能性があるんだけど、この傾けて研磨してやるとこのステップ、いわゆる原子ステップの端に到達した原子はお前はもう B になれと、横から原子のボンドで指定されますから、そういう間違い起こらずにちゃんと生えますということです。で結晶成長をします。でここもあの一つポイントであったかと思うんですけども、シリコンの場合にドナーはリンです、まあ、ヒ素も使いますけどメインはリンです。でアクセプターはボロン、ポーストです。それで P 型、N 型のコントロールをします。でシリコンカーブでもこれをしないといけません。でなぜかわからないんですけど窒素って5族です。教科書にもなかなか書いてないんですけども、あのシリコンの時にドナーの代表例はリンです。5族、4族に対して5族がリン、あのドナーなんですよ。でも
周期率表を見たら五族って窒素の五族じゃないですか。で窒素はどないならないんですか、こういう教科書に一切書いてないんですよね。なると思います、ならないと思います。シリコンにおいて窒素はドナーとなると思う人、シーン一人、ならないと思う人、これ非常に不思議なんですけど、ドナーにならない、非常に不思議です。どちらかというと非常に血管順位を作るような方向に向かうんです。だから窒素をドーピングしてもそこからキャリア電子が出て N 型になるということはないです。でそれでシリコン結構助かっているところがあると思うんですけど、シリコンカーバイドなぜかわからんけど窒素は一番有効なドナーなんです。で窒素がドナーになるというのは嬉しい面と嬉しくない面があります。嬉しい面というのはドーピングするときに窒素を導入したら N 型になってくれる、これ簡単でいいわけです。でシリコンの場合にはリンをドーピングするときに、イオンチーネという方法もありますけども、ホスフィンガスとか流すわけです。 PH3 猛毒ガスです。でそういうガスを使わないといけないんですけども、シリコンカーボンは窒素を流せばいい、これ簡単でいい。嬉しくないのは高純度の結晶を作りにくい、窒素って至る所にありますからね。いろんなガスとか部材とかいろいろ言っても不純物を下げてください、高純度のものを作ってくださいと言っても、それは酸素とか、金属とか水とかそういうものだって下げてくれますけども、窒素は不純物とは思ってないから下げてくれない。で、でもアファデバイス用っていうのは純度の高い結晶が必要なので苦しいので、10年15年前は材料いいけど窒素がたくさん取り込まれて純度の高い結晶できないですね、だからやっぱり線ボードの阻止できませんねと、いうことだったんですけど、圧力を下げる、あるいはカーボンシリコン比を増やすっていう、ちょっと細かいですけど、ここでいうカーボンシリコン比っていうのをちょっと誤解してほしくないんですけど、シリコンカーバイドは、シリコン 50% カーボン 50% 1対1の4イオン族化合物半導体です。30% 70% とかそういう混焼にはなりません、必ず1対1です。しかしそれを作る環境、結晶を作るときには原料の供給比を変えて、そのシリコン過剰の条件で作るか、カーボン過剰の条件で作るかとか、それは人間が設定できます。でそれをやるときに、カーボン炭素過剰の、少しだけやりすぎるとダメですけど、少しカーボン過剰の、状況で結晶を作ると窒素の取り込みが桁違いに減るということが分かりました。で、見てきたような本当の話なんですけど、理由は窒素はシリコンカーバイドにおいてカーボンのサイトを置換します。原子のサイズが近いから。でシリコンを置換すると歪みが大きいのでエネルギー高い。だからシリコンカーボンにおいてカーボンのサイトを置換して結晶の中に入っていくので、結晶を作るときに表面を、カーボン過剰にしてカーボンで集団してしまえば窒素がそのカーボンを置き換えてまで中に入らない、というふうに説明されて、そういう業務計算もされています。で、そういうことで N 型 P 型が昔はキャリアミスト16条って高いのか低いのかピンとこないかもしれませんけど、シリコンカーバイド、シリコンでもそうですけども、母体の原子は単位体積あたりに10の22乗個あります、そのうちのだから 1ppm に相当するのが10の16乗のレベルですけども、昔は10の16乗よりも高い方しかできなかったんですけど、さっき言ったような高純度化 の技術が実って、10の13乗から10の14乗ぐらいのところ、低いところではから、10の19乗から20乗というところまで A 型 B 型ともドーピングができますということになりました。
で、ダイオード、デバイスの話にちょっとずつ移っています。で、冒頭でパワーデバイスの話をしました。で、ここで理想と現実です。電気の人はこういうの得意ですけども、まあ、科学系の方とかもおられるので直感的に分かってもらうための図を用意します。ダイオードというのは整流素子です。だから片っぽ の電圧バイアスでは電流はたくさん流れて、反対側の極性では電流が流れない。だから理想的にはこの青で、こちら方向の時には電圧ゼロで電流が無限大、逆方向のバイアスは電圧はいくらかけても破壊せずに電流ゼロというのが理想、あくまでも架空の理想です。でも現実は全て純方向はここである立ち上がり電圧がしばらく 0. 何 V とか電流流れません。でそこから流れるんですけども、この傾きがあります。ビュッと無限大に行かなくて、ある傾きを持って電流 が立ち上がっていきます。この傾きの逆数がいわゆる温抵抗と言われるものです。で、当然温抵抗は低ければ低いほどいい。これが大きいというのはこうどんどん寝てくるということですから、ある電流を達成するのに必要な温電圧がどんどん増えるということになります。だから温抵抗をいかに低くするかで、あと逆方向をここで破壊します、破壊するのがあります。一方スイッチはトランジスター系なんですけども、理想的には、オン時にはこういう特性で、オフ時にはこういう特性で、このオンとオフを例えばゲートに入れる信号とかで瞬時にオンかオフか、オンかオフかこうスイッチにできたり、でも現実の素子はそうじゃなくて、オン時もここオン抵抗に処理する傾きがあります。で、オフ時にもここで当然耐圧があります。で、このオンオフのスイッチングに時間がかかります。ダイオードでも一緒です。このオンからオフに時間がかかります。この辺で、損失というものが発生しています。で、いろんなデバイス の話をしますが、シリコンとシリコンカーバイド、どういう位置づけにあるかということをまず俯瞰的に、説明する必要があるかなと。シリコンカーバイドパワーデバイスにいいです。でもいくらシリコンカーバイド頑張っても将来全て 100% シリコンの素子を置き換えるこれはありえないです。ホラフィーでも仕方ないので、それは応用によります。100ボルト系、300ボルト系、600ボルト系、順番に変わります。100ボルト系っていうのは12ボルトとか30ボルトとか、そういう非常に容量の小さい、電源系ですね。600ボルト系か1200ボルト系、この辺が一番応用が市場が広がっていて、あらゆるモーター制御とか家電製品とかインバータエアコンとかありますね。あるいはハイブリッド車、あるいは太陽電池、その辺圧倒的に市場がでかいのがこの600から1200ボルト級です。で、あとこれちょっと書いてないですけども、3000ボルト級とかいうのもあって、それは何用とかというと、例えば新幹線とかね、あるいは工業用の、圧延機、大型のモーター制御とかです。そういうのが3000ボルト級です。で、4500ボルト級というのが、シリコンではいわゆる電力系統。変電所とか発電所とかで、変換しているところに使われる素子です。で、それが現状では99% シリコンですけれども、こういうふうな住み分けになっています。上の2つがダイオード、下の2つがトランジスタ系です。低い電圧 100V 級まではショットキー型のダイオード、それよりも高い電圧のところはいわゆる PIN、PN ダイオードですね。 PN 型のダイオードが使われます。リーワードで言います。で、スイッチング素子は、主に300、600ボルトぐらいまではモース型の FET で、それよりも電圧の高いところは IGBT とかサイリスターといわれるものがシリコンでは使われます。で、シリコンカーバイドの出番はどこにあるか。100ボルト系 SIC はお呼びじゃないです。これはシリコンはやっぱり強い、性能がいいし、集積化、単なるスイッチじゃなくてパワーデバイスの横にもう制御回路、ドライブ回路、あれメモリ演算回路までつけて、もうそれで新しい機能を出す、
そういうパワー IC というのが全盛の時代になっています。そういう分野で圧倒的に強いので、この辺りもシリコンカーバイドの及びであります、ね。シリコンカーバイドが出番が出てくるのが、300か600ボルトから上のところです。で、シナリオとしては、当面はこの600ボルトとか1200ボルト級のショットキダイオドと、MOS 型のトランジスターが、シリコンの PIM あるいはシリコンの IGBT とか MOS FET をこう置き換えに行く最初は。で、その後技術が発展していくとシリコンカーブでのこういう電圧の高いところのものができてきて、この辺りっていうのはシリコンでは達成できない高電圧10キロボルト級とかでも電力系統用スマートグリッドとかありますね。そういうところに使われるような素子としてここに行くでしょうというのがこのシナリオでございます。で、ダイオード、まずダイオードですけども、ショットキー型か PIM 型かに分かれます。これは構造はともかく、動作としてはユニポーラ型かバイポーラ型かという違いがあります。ユニポーラ型っていうのは N 型半導体値の電子の動きだけを利用するというものです。一方バイポーラ型っていうのは、N か P か別にして必ず電子と正方両方を使うという素子です。で、これは N 型ちょっと聞いてこの辺で置きましょう。で、この最初ショットキーダイオードシリコンカーバイドでできた。で、1750ボルトの耐圧です。で、順方向に流れます。で、最初、そのシリコン、でもシリコンでもその1000ボルトか2000ボルトのダイオードは市販されてますから、これで何が嬉しいんですか、言われたこともありますけども、それは意味があって、これシリコン、ショットキーダイオード。先ほど言ったユニポーラ型の素子であるというのがポイントで、シリコンのショットキーダイオドは100ボルトまでしか実用化されてません。なぜかというと、例えばシリコンでこういう耐圧のショットキーダイオドを作ろうと思ったら作れるんです。でもそれで作ると、何枚目かな、配布資料の、1枚目の真ん中の段の右側ですかね、R1耐圧と温抵抗のトレードオフ、ユニポーラ限界というのがあったかと思いますけれども、それに引っかかってきて、耐圧の高い素子をショットキー型、ユニポーラ型で作ると、その温抵抗は耐圧の 2乗か 2.5 乗に比例してきますので、シリコンでそれを作ると、順方向の特性がこんな感じになります。だから、ここ100、典型例としては、100アンペアパー平方センチが一つの指標です。これ別に理論的に決まったわけじゃなくて、かなり経験的なんですけども、1平方センチ のデバイスを素子を作ったら、まあ100アンペアぐらいは普通流したいですね。まあ別に200でもいいんですけど、なるべく高く取りたいんですけど、で100アンペアパー平方センチを何ボルトの電圧効果で達成しますかというのが大きな指標になります。今回だと約 1ボルトですね。1ボルトです。で、シリコンの、ショットキーダイオドでこれを作ると、この100アンペアパー平方センチを達成する温電圧が約40ボルトになります。もうええやん、別に40ボルトでも、それで使えないとええやんと思わないでくださいね。40ボルト。で、100アンペアパー平方センチ流し続けたらどういう現象が起こると思いますか、菊池君。熱が発生する。熱が発生する。でもどのくらいの熱が発生してどういう現象が起こるか。100アンペアパー平方センチで40ボルト、もう高校生でも計算できますね。ジュール熱はいくらなんですか。40ボルト100アンペアで4000ワット。単位はワット。ワットだけですか、単位は。
平方センチ。4キロワットパー平方センチの発熱に耐えれるか。絶対耐えれません。皆さん、お弁当買ってきて、電子レンジで温めます。電子レンジで何ワットぐらいですか、500ワット。500ワットで温めますね。弁当何平方センチイメージがあるんですか。あんだけ面積があるところに今500ワット、500ワットと、500ワットって実際にパワーですね、500ワット入ってないですね。消費電力は500ワットであって、実際に入ってるのもっと低い、その半分とかだと思うんですけども、そんだけパワーをかけるだけで、まあ、30秒とか1分であんだけ温度になるんですよ。1平方センチに4キロワットもかけたら、シミュレーションしてもらったら分かりますけど、シリコンが溶けるんじゃないかっていう温度、その300度とかじゃなくて、もう800度とか1000度とかになってきます。なので、もう金属とシリコンが反応する、あるいはハンダが溶ける、あるいは P 型、N 型の その不純物が拡散するのは、いろんな現象があって、とにかく瞬時に破壊しますので、使えない。ので、ショット P 型のダイオードで、この電圧、帯電圧、かつこれだけの温度性を示したというのが嬉しかったわけです。で、時代は少し経って、残念ながら日本ではなくて、最初にドイツのシーメンス系の会社がこれを事業化しました。で、これ今、主にスイッチング電源で今、売り出されております。日本ではロームとかが頑張ってます。で、こちらにその良さを示す一つの例を示しますけども、これがスイッチの波形です。ダイオード、常に電流流しているのではなくて、電流流している状態から切るわけですね。こう。で、また流す。オン、オフ、順方向、逆方向、これ何ヘルツかで、あれ何キロヘルツかでスイッチングさせます。で、その時に、電流を特に切る時がやばくて、これ、まあ、50アンペア流していた。で、それを瞬時にオフにしたいんですけど、現在使われているシリコンのダイオードですと、この青のような波形をたどります。これ、半導体工学を習ってくれた人は覚えているかもしれませんが、小数キャリアの蓄積と言われる現象で、さっき言いました、これ PN ダイオードです。PIN ダイオードですけども、ですと、同じ N 型半導体を基本的に使うんだけども、それだけだったら抵抗が高いので、横に P 型を設けて、その P 型からブワーッとホールを N 型に注入します。で、そうすることによって抵抗を下げるわけです。だから通電してるときにはそれで OK なんですけど、切りたいときには、電圧極性だけ反転させても、ここに注入されたで電子と正方は溜まってますから、なかなかそれが吐けないので、逆方向にブワーッと電流が流れて、でそれがすべて芯でなくなるまでオフにならない、こういう波形をたどります。逆回復、リバースリカバリーと言いますけど、そういう波形をたどるんで、ここがちょっともう損失になるんですね。でそれはシリコンカーバイド、ショットキー、これシリコンカーバイドだからじゃなくて、ショットキーダイオードなので、そのスイッチングのロスが、これだったら15分の1ですか、いうふうになると。で、いいのは分かりました。いいのは分かったけど、でも、商売するのは厳しいですから、これいいですよとか言っても、いくらですかっていう話出てるんですね。で、シリコンのダイオードがあります。で、シリコンダイオードがあります。で、もう今から30年経ってももうシリコンカーバイドの素子の方がシリコンよりも安くなることはやっぱりない。これはないと言わざるを得ない。シリコンは不当に安い。シリコン安くなることは絶対ないです。でも勝たないといけない。でも使ってくれてる人がいます。後で言いますけども、もう民生品も出ましたし、特に。HP とか DEL とかそういうところ のスイッチング電源、スイッチング電源というのはピンとこないサーバーとかワークステーションとか、あるいはもうちょっとコストが下がったらパソコンですけど もう電源に今も入ってきてます。で、なぜそんな単体でだったら高いのに使ってくれるかというと、それはさっきちょっと
電源を作った時に半分の体積で同じパワーになる。で要は電源が小さくなる。でなぜ小さくなるか、を示す一つの例がこちらです。あくまでも一つの例です。回路にアレルギーを持っている人はすいません。ここ変えるわけですけども、とにかく言いたいのはこの青で変えたところです。電源回路って分解パソコン自分で作る人は見たことがあると思うんですけど、電源部分を開けてもらうと別にトランジスターが大量に並んでるっていうのは見えなくて、トランジスターとかダイオードはその数えるほどしかなくて、まず目に入ってくるのはコイルとコンデンサー。こういうとコンデンサーがボコボコボコっとあります。で、だから体積の半分以上占めて、占めてるのはこういうとコンデンサーなんです。で、シリコンカーボンの素子に変えると、スイッチの周波数を上げられる。さっき言ったスイッチのロスが小さいからです。このシリコンの、今はシリコンの素子を使ってますけども、シリコンの素子で、この青の波形ですね、これで、スイッチの周波数を上げるとやばいことになります。だってこれ1回のスイッチングでこんだけ電力をロスするわけです。もったいないというのもありますけども、それは自己発熱につながるわけですね。で電気電源 100kHz です。スイッチング電源、例えばでそれを本当は 200kHz、 300kHz にしたいんだけども、そうすると200kHz にするとこの損失がそんだけ単位時間あたり倍になりますから、発熱量が倍になるわけです。で温度的に持たない。 でもシリコンカーボイドですとこのスイッチングの損失が桁違いに小さいですから、 200kHz、300kHz にしても全然電力ロスは小さい。でそうすると回路を習った人は覚えてるかもしれませんが、これ C とか L なんですけど、回路として機能するときにはオメガ C とかオメガ L で効くわけです。だからオメガ周波数を2倍にしたら C の値は半分の値で同じ回路になる。それがポイントです。でオメガを上げることによってこの前の L とか C の、容量が半分あるいは3分の1になる。そうするとその部品の、体積が小さくなる。かつその部品そのもの の値段も安いものでいけるということになって、シリコンカーボンの素子単体では高いんだけども、システムを組んだらそのシステムがコンパクトになって電力損失が減って、かつ場合によっては安くなるということで使ってもらえるということでございます。で、その後ずいぶんまた進んで、日産とかはFCV 燃料電池車に搭載してテストを始めた。で、ニュースとしては三菱電機さんが、民生用のエアコン、こういう名刺を言うとまずいですけど、切り紙で切り紙でに、ついに搭載して、11月からもう入って、もう店頭で売られるものに入るという状況になってきた。で、それも損失が、で消費電力は小さい、エコポイントが稼げるということでございますね。はい、この辺がさっき言ったユニポーラかバイポーラかの違いです。もう口で説明しましたので、フォローできなかった人はこの辺を受け置いてください。で、ダイオード PN ダイオードはもうちょっと細かいので戻しましょう。で高体質の素子とかいうのも、作ってます。でもこれはなかなか苦難を伴っております。シリコンの素子がやっぱり6000ボルト級、最高8000というのがありますけども、いうのがありますが、それより高い電圧というのはやっぱり未踏なんですよね。どういうふうに絶縁設計するかとかいうのが非常に厳しい状況になってきます。しかしそこはやはりシリコンカーボンでないとできない、領域なので、やろうということで、ぼちぼちこうやっておると状況です。10キロボルト級とかいうのができてきて、10キロボルトのシリコンカーボンの素子は8000ボルト級のシリコンの素子よりも確かにいいですよというような特性が出てきておりますけども、これは事業化とかいうのは
また10年、20年先です。フェーズが全然違います。ショットキラードはもう事業化。しかし、高耐性の PI ラードというのは、まだこれから研究が始まるという状況です。で、トランジスタ。さっき申し上げましたように、最初に言ったように、ダイオードとこのスイッチング素子、トランジスタは、ペアで使うことが多いので、回路を組むときに 1000V のダイオードがあったら 1000V のトランジスタも必要です。でそのトランジスタ の、研究開発が、まだ少し、ショット軌道に比べると遅れている。いろんなスイッチング素子があります。MOS 型のトランジスタ、接合型の JFETあるいは、SIT という静電移動型のトランジスタ。でこの MOS 型のトランジスタというのも教科書に載っているのと違うので、やっぱりちょっと説明をする必要があります。MOS FET で習ったことある人は言ってやってもらいます？習ってない人もいるかもしれませんが、だから難しいところですね。ソースゲートドレインとあります。教科書で習うのはこの形で教科書にはでは習います。で、この状態でドレインに電圧を加えてもここ、ソースとドレインの間は NPN になっていて電流が流れない。しかしゲートにプラスの電圧を加えるとここに電子が集まってきてここにチャンネルというものが形成されて、電流の通路ができて、電流が流れる。それいいんですけど、明らかに構造が違います。ドレインが裏側に来てます。少なくともこの構造で高電圧の素子はできないっていうのは指摘できますか？指摘してほしいんですけど、この素子のままでは例えば 600V の素子は絶対できない。正解してたらなんか勝手にしてもいいと思うんですけど、なんかありません？ヒント、高電圧をかけるのはどの端子ですか？ドレインですね。ドレインに例えば 600V かけます。でその時ソースは当然 0V、そのゲートは何ボルトなんですか？想定されるの。オフ状態を今想定するわけで、オフ状態なので、ここ電気流れるのまずいんで、これをスイッチのオフとして使う場合には、ゲートは0ボルトです。ゲート入力なしの時には、ドレインにいくら電圧かけても電流流れない。それがスイッチのオフです。で、ゲートに 0V、ソースも 0V、ドレイン 600V、どっか潰れませんか、これ。反応がないのは、もう分かったというので反応がないのは、まだ分からないというので反応がないのは、よく分かりませんけど。ゲートとドレインはオーバーラップが必要なので、
くらシリコンカーボイドが強くてもこの酸化物って通常薄いですで こんなところに600ボルトかけたらというか600ボルトの前に多分数十ボルトで摩擦によりますけどね破壊しますのでこれアウトでそれを避けるためにここいろんな後でちょっと紹介しますけども構造を工夫 しているというトランジスタもありますけどもでもそれを工夫するために例えばここ後で紹介しますけどここのドレインをだーっと離してでこの間に電圧を、ポテンシャルを落とすような特別なドーピングの層を設けるという構造もあるんですけどこれでいくら耐圧を稼いでもなかなか、まあ、ある用途には使えるんですけども、例えば車用、例えば200アンペア流すようなエクイティには向きませんそれは3端子上に3つあるで電流流れてのこ この表面のここだけですで電流ミスの定義は難しいですけど深さ方向でいうとわずか 0. 何ミクロンここも大概1ミクロン以下ですから表面 0. 何ミクロンにだけその200アンペア流すっていうのはこれはできませんもしできるとすればこれ黒板の垂直方向に何メートルもの素子を作ったらできますけど普通の素子のサイズでそんな電流流すっていうのも無理があります。でどうするかというと、ドレインを裏側に持ってきて、ここを縦方向に流す。このウェーハー全面を使って縦方向に流す。その素子を使います。で、その時にはこういうような構造になっておって、ここは P 型を作って、でここが MOS の先ほど言ったチャンネルに相当します。ですからオフの時というのはゲートに0ボルトを加えると、ここがここの PN 接合が逆バイアスになって、電圧を維持するオンの時にはゲートにプラス10ボルトを加えるとでここにチャンネルができて電子がこの M 型から電子のチャンネルを通って、この S を通って下に流れるということで通電しますでバイポーラ型のスイッチング素子バイポーラージャンクショントランジスターとか、シリコンでも随分使われた再エイスターとかあるいは最近シリコン分野では注目されている IGBT とかいろんなものがありますいろんなものがありますけども、もし理想的にできるんであればこのパワーモス FET が本命大本命です、理由はいっぱいありますまず電圧制御である。これまあ LSI の分野でも、ありがたいですけども、パワーの場合にはもっとありがたいです。入力信号に0ボルトかけるか10ボルトかけるかで、トランジスタがオンになったりオフになったりしてくれる。で、サイリスターとか、厳しいんですよ。で、なんでかっていうと、BJT もそうですけど、これ電流制御型です。だからオフにする、オンにするときに、入力端子には電流を流さないといけません。で、LSI の場合には、例えば特にバイポーラートランジスタではエミッター設置 のアンプとかによく出てきますけども、そのベース電流は10ミリアンペアとか、10ミリアンペアとか普通流さない、1ミリアンペアとかをベース電流に流せば、コレクター電流が100ミリアンペア、100倍である。嬉しい、このそれを OK や。しかし、1ミリアンペアに対して100ミリアンペア、だから100倍のゲイン、それ典型的ですけど、パワーの場合には100ミリアンペアでは車のモーター回りません。200アンペア振ります。コレクター電流として、まあ、同じ日だったらベース電流何アンペア振ります。2アンペアの電流源って作ったことないですよね。
2アンペア電流源はこれはなかなかあの資料とか作れるものではありません。でも 10V の電圧源ってもうすぐこんなに作るでしょ。まあ、電源はもちろんあの電池かなんかありますけど、 10V の電圧源ってもう非常に簡単に作れて、あのサイズも小さい電流源で、電流の容量のでかい電流源っていうのはあのとんでもなく大変で、かつそこでの、 あの、電力損失もあの大きいわけです。ですからそのパワーの用途の場合、電流制御っていうのはもうとにかく嫌われる。だから電圧制御型であるというのは嬉しい。で2つ目、ノーマリーオフ、何のことかというと、ゲート、これは入力信号です。入力信号に端子に、信号が入っていない場合、何も意図的なんかこう動かそうと思って、制御信号が入っていないほったらかしの時には、ソースとドレイン管はオフ状態になる、通電しない。それはノーマリーの、普通はオフの状態にあるという意味でノーマリーオフって言います。これあの結構必須の、条件で、なぜか分かりますか。これ例えばあの、まあ、LSI の場合はこういう場合が多いですけども、例えば、携帯電話に使われているような高周波のアンプの場合にはこれ必ずしも要求されていません。ノーマリーオンで別にいいや、全然いいや、ノーマリーオンに合わせたように変える、ちょっとあの変えたらいいやん。しかしパワーの場合ノーマリーオフは結構、まあ、全てじゃありませんけど 95% 以上の応用で必須項目です。なぜか極端な場合を例を示します。あなたは、ハイブリッド車を運転します。調子よく運転します。ある瞬間にモーターを回している制御回路が何らかの理由で潰れました。そのと制御信号がなくなりました。その瞬間トランジスタは完全なオン状態になって、モーターは最高速度で回り始めます。そんな車に乗りたくないですよね。もちろん保護回路いくつか変え、ま、あのかけますけども、とにかくそういう極端な事例はともかく、何か事故が起こった時に必ずオフになる、スイッチはオフになって、あの負荷は動かなくなる、そういう方向に向かうというのがあのフェールセーフの、鉄則ですので、ノーマリーオフは大事。その電流法はちょっとこれは細かいので置いておきます。でモース型のトランジスタ、 GFET もありますけどちょっと置いておきます。で、シリコンカーバイドでもその研究開発はあの進んで、おります。でもあの少しだけあの苦しんでいる、というか未だにちょっと苦しんでますけども、あのシリコンカーバイド使うときにあの耐圧は出ます。この部分の結晶とか、この辺りのイオン注入をの技術はもうだいたい固まってきてますから、1000V の素子、あるいは 2000V の素子はあの作れます。しかしこの部分の抵抗、ソースからドレインに行くまでの抵抗が、いろんな抵抗の成分の和になりますが、この特に MOS の、チャンネル、それから電流の通路ですね、この部分の抵抗が高い、というのがあの問題になって、せっかくシリコンカーブルを使ってこの辺りの抵抗がなんか桁違いに下がっているのに、この部分の抵抗が高すぎてあの桁入ってくるということであの問題になりました。でもまあそこもあのかなり、酸化膜の形成プロセスの話になりますが、あの工夫がされるようになってきて、こういうふうな特性が出つつあると、まだ研究開発段階です。事業化にはなっておりません。この辺はあのよく出てくる音抵抗と耐圧の関係です。高い耐圧で低い音抵抗が望ましいので、この下あるいは右に行くほど特性がいいというグラフです。でこの青の点々があのシリコンのリミット、あの最初に言ったあのユニポーラーリミットです。あの音抵抗はあの耐圧の、2.2 以下の 2.5 乗に比例する。だからシリコンの MOS 型のトランジスタを使う限りこの青の線より下には来ない、来れない。
でシリコンカーボイドのリミットは、まあ、この青の線を、まあ、下方向に、まあ、300倍とか500倍下に下げたこういう赤のライン。で、昔はこの辺りの特性だったんですけども、まあ最近この辺になってます。ここにシリコンの IGBT という特性があります。でこれはあの IGBT というのは基本はモストなんですけど、あの小数キャラに中身を使うバイポーラ型です。で、だからスイッチも遅いです。遅いですけども、そのバイポーラ そのキャリアの注入を使うので、この青の線よりもちょっと、1桁ぐらい下に下げられるという特徴があります。ただしスイッチも遅い。でだけども、スイッチングはあのスピードはいりません。あの低周波でもう十分です。いう場合には、IGBT が崩れるので、こういう特性のシリコンカーボンモスはあの辛いわけですね。まあ、ちょっとでいいかもしれないけども、あのスイッチングは周波数別に上げなくていいですよってあのお客さんに言われたらあのなんかほとんど高いだけのトランジスタになります。しかし、最近になってこの辺が出てきたんでそれだったらシリコンの IGBT はさらになんか1桁程度、1桁いってないかな、5分の1とかの、特性になりますからあのそこで優位性が、まあ、ようやく出てきて、まあ、今産業界が注目しているという状況にあります。まあ、こういう大容量のものとかができて、あと、まあ、これ世の中の状況の紹介だけになってしまいますが、あの目に見えるかという点で、まあ、三菱電機さん随分頑張られて、分かりやすい例だと思います。従来のシリコンの素子、パワー半導体素子を使って、11kW のインバータ、これは車用にしたら小さいです。車用の場合にはここは300kW とかになりますけども、11kW というのはあの産業用のモーター、例えば ロータリーポンプとかこれだと思いますけど、あの産業用のモーターです、に使われる場合にはこの 10kg とか 20kg ぐらいの、ワットぐらいの、 あのモーター制御というのは至るところで あるわけですけど、そういうところだったらまああのもちろんメリットありますけども、そのダイレクトにそのコストがあのシビアじゃないですよね。あのやっぱりパソコン買うとかあのテレビ買うとかだったら消費者はこう1円でもこう安い方にこうなびきますけども、あのロータリーポンプとかだったらその10円安いか100円安いかとかそれはあまり気にしないので、あのそういう面であの、まあ、入っていく余地があるわけですが、それを、まあ、シリコンの素子で作るとこういうサイズである。でシリコンの、シリコンカーボイドの、MOSFET とショットキラルを使って、同じインバータを、同じ仕様のインバータを組むとこういうふうになって、体積が4分の1ということに、小型化ができます。で小さくなっただけじゃなくて、このインバータの電力損失が、70% 減、だから3分の1から4分の1にあの減ってますよということで、確かにコンパクトで、損失も小さいというようなものが、このシリコンカーボイドを使うことによってできてきてますよということです。あとこちらであの、横型の場合には大容量に向きませんと言いましたけども、逆に IC 用には向いてるわけです。 IC 用の場合にはあの AS と同じで、3つの端子が上に出てるというのは集成化には向いています。あの修正化するときになんかどれへんかな、裏側にあったらちょっと困りますけど、それは3つの端子が上にあるというのはあのありがたいので、英語団組織でも、大容量の目的じゃないけどあの高機能化という意味で、頑張りましょうというのはあのまだ研究開発レベルであって、そういうのでも、まあ、1000ボルトを超えて、抵抗も低いというような素子もまだ緊急レベルですけどあのできるようになってきております。で、この終わりたいと思いますが、まあ、有効な材料です。で、ショットキーダイドはもう基本技術確立で、実用化のフェーズに入ってきました。あとはいかに、大きい面積をごとまりよく使ってやるか、あるいはコストを下げられるかという話です。で PN ダイオードにつきましては超高耐造用で、これはまだあの研究が始まりつつあるという状況で全然フェーズが違います。MOS型のトランジスタは、
シリコンの MOS、FETR、IGBT よりも確かにいいというのは実証はされました。けども、酸化膜とか界面とか本当に信頼して大丈夫ですかというそのテストが、まあ、今始まっているという状況です。まだ製品としては出ていません。で、まあ、GFET とかいうのもちょっとノーマルオンという問題がある。シリコンカーバイドのサイリスターとか IGBT というのはこの PM と同じで、まだまだこれからという段階でありますということです。はい、以上ですが、まあ、最後に何かご質問があれば見てたいと思います。あ、どうぞ。あ、はい、はい、あ、素晴らしいご覧ありがとうございます。正直あまり電気のクレアとかあんま分からなかったですけど、その SIC になるとなんかその 温度が境目でも運転できるっていうのが特徴だったとおっしゃられたと思うんですけど、だこれって他のデバイスと一緒に使用することになるはずですよね。そうなるとその一つが温度高く使えたとしても結局そこから出てくるエネルギーと一緒ならば、その温度が高くても他のところが壊れてしまってその機械使えないということに陥らないんですか。いい指摘だと思うんですが、2つの場合がケースが考えられて、1つは通常はこれは、具体的な実際に実装例がちょっと見にくいですけど、こんな感じになってくるんですよ。で、ここにシリコンカーバイドのちょっと気ダイオードとモース FET がここに全部集められている。で、その下にヒートシンクが、冷却のためにヒートシンクが。で、これでまず一つのユニットになって、あと他の、制御用の回路、これはシリコンで作られます。とか、コンデンサーとかいうのは、この外に出てるんです。だからその場合は、温度っていうのは、電流を流すことによって、そのデュール熱が発生することによって、このチップのいわゆる接合温度といいますか、このチップの中の温度は200度、300度になるけども、このパッケージの外っていうのはそんなに温度上がってない。だからその場合はそれ OK ということになります。あるいはでも、究極の応用としては、自動車の、まあ、これはもうハイブリッド時代ですけど、エンジンルームの中で使いたいとかね、あるいは非常に高温のところ なんか資源をなんか掘り出すための、そのドリルの先端に使いたいとか、そういう場合にはもうその環境全てが500度とかになりますから、あるいは宇宙に飛ばすとかいう時には全体が500度になりますから、その場合はおっしゃるとですね、そのシリコンカーバイドだけが持ってもダメで、周辺の素子も持たないとダメなんです。それはまだ全然手つかずの状態であります。あのぐらいの距離でも12分だったの。はいはいはい、はい、ここの場合はもちろんこれ一個一個のチップは全部200度300度になるわけですよ。でもそれは大丈夫、この場合はシリコンカーボイドだから。他の組織はこのパッケージの外に出てる。完全に素人なんですけど、みんなでは、せっかくシリコンカーバイドの話をしていただいて申し訳ないんですけど、シリコンカーバイドを超えるようなものっていうのは何か予測とかされてたりするんですか。いろいろ議論があります。窒化ガリウムとダイヤモンドがよく機会に出されます。で、窒化ガリウムは非常に面白い材料で、シリコンカーバイドよりも多分一桁は良くないですけども、3倍とか、毒性がいいものができると予測されます。その材料の物性から考えるとね。で、あとまあガリウムナイトライドはちょっと細かいですけど、アルミとかインジウムを混ぜることでいわゆるヘテロ接合というのができるので、単なるモース FET じゃなくてより性能が上がるんじゃないかっていう視点もありますので、非常に魅力的な材料です。ただ、
というかうちの研究室でもやって取り組んでますが、まだその結晶の品質が良くないので、例えば50ミクロンとか30ミクロンの素子だったらちゃんと動くけど、例えば1ミリとか3ミリ角のサイズで作ると全く動かないという状況ですね。で、1ミリ角でどのくらい電流流せるかというと約5アンペアとか10アンペアなんですよ。だから30ミクロンとかいうのは1ミリアンペアとかになるので、だから1ミリアンペアとか5ミリアンペアの素子だったらちゃんとできるけども、その実用的なその10アンペアの素子とかいうのはまとめやまだできていない。で、一部は無理やり横型のものを作って、その何十アンペアという素子を作っているグループが企業でも日本結構強いんですけどもあるんですけども、それ結構一発データで劣化するんですね。いろんな欠陥とかの問題があって、1回目測るのと2回目測るのでもうなんかどんどん変わってくるとか、なんかそういう問題もあって、面白い材料なんですけど、事業化はまだちょっと見えない。まだ読むのは もっと先ですよね。ダイモンドウェハって存在しないので、ダイモンドのその4インチとか6インチのウェハーができるのはいつの時代なんだろうと、まあ、いつかはそうなるのかもしれないですよね。そういう状況ですね。あ、はいはい、はい、すごく全然分かってなくて、ダイヤモンドっていうんですか、はい、ダイヤモンドの方が、あ、いや、シリコンカードはさっき言ったように1対1しか存在しない。で、その上を1個すればダイヤモンド、要は結合エネルギーが強い、シリコンとシリコンの結合エネルギーよりもシリコンとカーボンの結合エネルギーが強い、それよりもカーボンとカーボンの結合エネルギーが強い、そういう意味ですね、うん、基本。いかがでしょうか。特によろしいですか。はい、それではそうですね、時間になりましたので、本日の講義を終わりたいと思います。最後にですね、非常に今注目されているですね、シリコンカーバードについてですね、非常に分かりやすく説明並ぶんですね、皆さんの興味引くような形でお話していただきました。木本先生に感謝の拍手で終わりたいと思います。先生、どうもありがとうございました。次回はですね、ローム株式会社の高須さんにお話していただくことになっていますので、ぜひ来てください。本日はどうもありがとうございました。